若林くんの挑戦第5話。パソコンはおかしな道具？パソコンが苦手な若林くん、今日は新たな疑問を課長にぶつけています。課長、僕も分かったことがあります。何が分かったのかね。先日部長が管理課に内線したんですが、あいにく担当者が外出中で情報を手にすることができなかったんです。それが僕にはとても不思議なことに思えたんです。これのどこが不思議な現象かね。普通のことではないか。担当者がいなければ情報が手に入らない。誰もがこれを普通のことだと考えているところが不思議に思えたんです。課長はパソコンに料理ができると思いますか？物を運べます？謎かけのようだね。無論パソコンは料理も物を運ぶこともできないと思うよ。そうですよね。パソコンにできるのは情報処理だけなんです。そこなんです。会社はパソコンという高価な装置を一人一人に与えたのに、担当者が不在なだけで情報が手に入らないというのはおかしくないですか？そうかな、ピンとこないな。パソコンはそういうものではないの？課長は本当にパソコンの信者かもしれないですね。パソコンの存在は正しいではなく、会社の効率化のための道具としてパソコンを評価してください。パソコンのない時代なら担当者の机に行けば書類を手にできたかもしれないんですよ。今は担当者がいなければ情報は手に入らないものと誰もが思い込んでるんです。若林くんの考えがやっと理解できた。どうしても私はパソコンが正しいありきの考えに戻ってしまうようだ。そうだ、確かにおかしい。パソコンを導入する前にできていた情報のやり取りがパソコンを導入したことでできなくなってしまったということだね。確かに変な話だ。そしてそれを誰も不思議に思わないのも変だ。これは会社の情報が各自のパソコンに分散してしまったことと、パスワード機能により使用者以外はパソコンを使えないことの弊害と捉えるべきだったんだね。パソコンに強い人は手間がかかりますよ。本当に課長ほど頭のいい人でもわからないんだから、多くの人がパソコンの存在に目が曇っていても仕方ないですね。いや、面目ない。しかし若林君はよく気づいたね。パソコンに関わっている多くの人が課長と同じように知らず知らずのうちにパソコンのトリックにかかってしまってると言ったのは課長じゃないですか。どうもそのようだね。以前部長のパソコンが急に壊れたことがありましたよね。パソコンの情報はすべて消えてしまったんですが、部長は頭をかいて笑ってました。パソコンのない時代に部下が重要書類をなくしたら部長はきっと叱ったと思うんです。ところがパソコンなら同じようなことが起きても笑ってるっていうのはどうしてなんでしょう。情報の媒体が紙からパソコンに変わっても情報の価値は変わらないはずなんで、変わったのは部長の考え方っていうことになります。パソコンは仕事する上での考え方まで変えてしまうんでしょうか。確かに私たちはパソコンのすべてが正しい、そう考えてそれを前提に物事を進めていたかもしれない。そのため実際には非効率なことが起きていてもそのことに気づいていないようだ。これは気を引き締めてかからねばいけないね。それだけ私たちにとってパソコンの存在が大きいってことですね。今回のことでパソコンに対する考え方が変わったことに気づいた2人は妙に神妙になるのでした。